株式会社ゴハンズは日本のアニメ制作会社。サテライトで制作を務めた岸本鈴和川大阪スタジオ、東京の第二スタジオのスタッフと共に2008年8月に独立して創業し、2009年7月放送開始のテレビアニメプリンセスラバーでデビュー。多くの作品の場合、ゴハンズ、ゴハンズ、ゴハンズとクレジットされる。社名の由来は アニメでご飯が食べたい、ご飯などいくつかの意味がある。放送日までに完全納品する方針のため、すべて社内で制作する、インハウス体制で、制作期間も長くとっている。余計な宣伝をせず、作ったフィルムで勝負したいという理由で、ホームページやツイッターアカウントを持たない。東京都杉並区公園時に東京スタジオがある。年月日。 TV アニメ東京バビロン2021のオンライン制作発表会が行われたが、同月20日、キャラクターの衣装デザインなどに模倣との指摘を受け調査、12月5日に制作委員会より謝罪報告が行われた。その時点では、制作会社においてキャラクターの衣装2点について模倣があったとのことだった。 2021年3月29日、蒸気以外にも模倣投用が多数行われたと、制作委員会、東京バビロン2021プロジェクトから発表された。結果信頼関係の欠如を理由として、制作続行は不可能と判断され、t b アニメは制作中止となった。2021年8月3日、ご飯図は、制作委員会の幹事者であった、キングレコードに対し、 制作費が支払われていないとして、未払い分約4億5000万円を求める裁判を東京地方裁判所に起こした。ご飯図代理人の凄ノ則弁護士は、模写騒動後、キングレコードからデザインの修正依頼があり、追加費用の支払いにも合意して、放送に向けた作業を進めていたが、キングレコードの方針が一転し、残りの支払いを拒否されたと主張。 チェック担当者が急病で不在となり、確認が不十分だったとしている。ありがとうございます。